喋り方怖。よう、バーテンダーさん、この店じゃ女に飲ませる酒はねえとか野暮なことは言わねえよな。女なん？ね、前作ではね、宇宙からその繁殖についてのまあ勉強というか調査をしに来るっていう感じで、同じような見た目のね、宇宙服に身を包んだニールってやつが来てたんよ。で、繁殖するためにはどうしたらええんや、人がいっぱい集まるイベント行ったら出会えるんかとか、まあいろいろあって、結局なんか女性にモテそうな見た目になってたわ。そのニールとは違うやつっぽいな、これ。女とか言ってるし、言われてみればここにお花がついてる。きついのをついでくんな。変なとこで喋り方勉強してきたんかな、こいつ。失礼。ここってそういう店じゃないけど、確かによう考えたら注文が飲み屋やった。そうなのですか。我々の調査によれば、それが公の接種場での飲み物の注文方法でもあるものかと。それってオーク西部劇の見過ぎじゃない？オーク西部劇がまずいのですか？我々は楽しめましたが。うん、別に悪くはないわ。現実とはかけ離れてるってだけで。どういう点で？そうね、それって聞き方が悪いかも。どのくらい参考になるかって聞かれた方が答えやすいかな。ええやん、ルアー。やっぱ仕事でなんか偉い立場になってるだけあって。どのくらい参考になるのですか？ルアさんの助言に従ったようだね。なら仕方ない。率直に答えると、感情の描かれ方は参考になるかな。人々には野心があって夢があって、欲深くて時に他人を妬みもして、その一方では互いを助け合い恋に落ちたりもするの。地球人の感情の変化はとても目まぐるしい。本当にそうね。あなたたちは違うの？はい。なんか こいつらはもうなんか統一された意識みたいな感じじゃなかったっけな。我々にも欲はありますが、地球人は我々と比べて少なくとも 94.328% 多くの感情をお持ちのようです。どういうこと？そんなにたくさんどうやって区別してます？正直戸惑うことも多いわ。他人の感情を読み取るのは簡単じゃない。それを言ったら自分の感情だって理解できてるかも怪しいわ。だからこそ人生はより味わい深くなるのかもね。そういった感情がモニターに表示されたら我々も助かるのに。映画では特にそうです。スクリーンの上の方に書いてみては？嫌やな、でもそういう映画あったら。1920年代の映画を見るときには重宝しそうだ。
声とかないやつってことかな。けど一つ聞かせてほしい。君はニールじゃないのかい？シルバーじゃ？はい、違います。我々の名はアマンダです。なら地球にはあなたの仲間がいるわけ？はい、世界中に何人も。平均すると各銀河系に 3450.45 人の我々がいます。はあ、各銀河系に。が、話がそれましたね。それはさておき、何か飲むかい？はい、何らかの液状物質の摂取を望みます。ちなみにここに穴が開いてるのは後でわかると思う。そちらの紫色の地球人の方と同じように。紫色の地球人？それってちょっと見たまんまね。間違ってますか？4つの突起物を有する地球人と言った方が。いや、もっと突起物あるでしょう。よく見て。正確でしょうか？それって角と耳のこと？アマンダさん、普通はお客さんのことをその人の突起物の数で呼んだりはしないんだ。確かにそうやな。おお、それは失礼しました。ですが我々は村さ、そちらのお客様を名前でお呼びできません。名前を知らないので。さあさあ、そういう時は名前を尋ねるんやで、アマンダ。いけない、自己紹介がまだだったわね。ごめんなさい。ここでごめんなさいって、そっちから言えんねや。えら。ルア、えら。ルアよ。ルア。ルア。あ？ルア。そうだけど。とても心地よい響きです。それはありがとう。それではルアさんと同じように何らかの液状物質を摂取したく存じます。もちろんだとも。ちなみにもう決まってるのかい？どういった液状物質にするのかは。色鮮やかで印象的なものが良いです。地球で初めて摂取する飲み物ですので。地球来たてか。一生の思い出になるような一杯を。むず。気負わずにね、歳三。いや、むずいて。問題ない。むしろカフェのバリスタ冥利に尽きる挑戦だよ。その息よ。何か望みはあるかい、アマンダさん。できればスパイスたっぷりで。店によっては女性型の二足歩行酒には注文よりも飲みやすい一杯を提供するものだと聞きました。我々の調査によれば、そういった対応は 99.9999% の確率で好ましくないと考えられます。幸いここはそういう店でもないの。何飲みやすいって言うて、そのお酒を酔わせるために飲みやすいお酒を飲ませる店ってこと？好ましくないっていうのは。ちょっと俺分からへんけど。その通り。では色鮮やかでスパイシーなやつだね。そしたら生姜の効いた青い一杯はどうだろう。生姜が何か分かりませんが、生姜の効いた青い液状物質を処方します。青やからこれやな。で、生姜を効かせる。それだけでいいんかな。色はもうブルーが入ってるからいいか。色鮮やかで印象的。
生姜二つ入れちゃっていいかな。どうせわからへんやろしな、なんぼ生姜が入ってたって。おりゃ、おお、すげえ、ブルーライトニング出しましょう。どうぞ、ブルーライトニングだ。これは確かに色鮮やかです。では失礼して。やっぱそうやって飲むんや。ふむ、これは興味深い。我々が味を感じるのは難しいと聞いていましたが、この一杯はガツンときますね。評判通りの腕前です、歳三。あ、評判あんの？それってどういう評判だい？噂が広まるのは早いものよ。この店だってきっとすぐ新しがりなサブカル中のたまり場になっちゃう。新しがり。今から次の行きつけを探しとかなきゃ。そんなん言うなよ。そいつは困るよ、ルアさん。君に会えなくなってしまう。それにそういった人たちは隠れ家的な店だからこそ好んで通うんじゃないかい？それって言えてる。あ、なんか俺それって言えてるって言うんちゃうかと思ってた。言うたらよかった。だったらしばらく私からは逃げられないかな。不満はないよ。それでアマンダさん、私の評判というのは？以前はニールと呼ばれていた同胞からあなたのことを聞いています。ああ、そう。ああ、なるほど。同胞がいるの？そしたらこの店はサブカル中じゃなくてエイリアンのたまり場になりそう。お店の名前も第三種接近遭遇カフェに変えた方が良くない？めっちゃ言うてくるな、あるわ。その名前だと違う系統の名前に思われそうだ。それでアマンダはなぜここへ？もうルアめっちゃ回すやん。ルアめちゃくちゃ回すやん、コーヒートーク。質問を定義してください。こことは地球のことですか？どうして地球のこの店へ来たわけ？我々がこの星へ来たのは調査救難任務のためです。それって捜索救難ってこと？似ているかも。調査用のデータを収集しながら同胞の救援も行います。この店で同胞と落ち合う予定です。え、マジで？こんなんもう一人以上来んの？地球の慣習に従ってアポを取りました。今から2分3秒と12ミリ秒後に同胞は現れるはずです。大雑把な予測ですみません。どこがやねん。細かすぎるわ。それって十分正確だけど。優しいですね。いや、うまいこと伝わらんな。お世辞とかじゃないね。歳三が何度かあなたの同胞のことを言ってた。シルバーさんだっけ？そうです。我々は同じ集合精神に属しています。集合精神？それってすごい。けどそしたらアポなんていらなくない？はい、少し前まではそうでしたが、現在シルバーの名で知られるニールは日に日に人間らしくなっていて、集合精神とのつながりが薄れているのです。へえ、そうなんだ。それってちょっと寂しいな。こんなに近くに家族がいても絆を感じられないなんて。ふむ、それはそうかも。ちなみに寂しいとは？寂しいっていうのは頭に思い浮かべた人がそばにいないことかな。だから悲しくなるの。
胸が苦しくなる。いつもは楽しいことが虚しく思えたりするの。教えるの上手やな。ご説明いただきどうもです。わかるような気がします。どうでしょう、確かにちょっと寂しいかも。 61% 以上の確信性を持ってそう言えます。なんかどう思ったらいいかわからん。あ、来た。わー、そう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 、こんな顔になってたわ。ワンでね、でもワンで見た時はね、もっとなんか絆創膏も貼ってたけどね、それはやめたんやな。とうとうも皆さん、いやーアマンダ、噂をすれば当店の元常連さんじゃないか。あー、すまない、最近はあまり顔を出せなくてね。こんにちは、ルアよ。はじめまして、ルア。おお、シルバーだ。話はいろいろと聞いてるわ。ほう、大行なスーツを着てると思ったかい。うん、そう思った。そちらの同胞さんみたいに。それはそうか。だが、最近はいろいろと変化があってね。スーツは脱いだんだ。今はこの姿の方がより自分らしく思えてね。それで名前も変えたのさ。なんか寂しそうやで、アマンダが。まったかい、アマンダ。少しだけ。なになに、今これは会話してんのかな。なんだか気まずい。ちょっとね、アマンダ。はい。これだけは言っておく。君のことがすごく恋しかった。彼女やん。恋しいとは？寂しいに近い？ああ、そうだ。いつ寂しいを理解した？あなたのことを考えたときに我々が抱く感情が、そうだと教わりました。そうか。俺、シルバー。まあ、シルバーっていう名前は、ワンの時はわからんかったけど、ワンの最後の方に出てきた時は、見た目はできてたけど、表情は全然動かんかったんよね。口とかさ、形は真似できても表情は動いてなかったんよ。なんか寄生獣みたいやな、それって。でもワンの3年後の今はこんな風に表情も動くようになってる。私はただ、そのこっちへおいで。どこへおいでに。おお。今ハグしてんのかな。そういう店じゃないから出て行ってくれますか。ひしと抱き合っている。すっごくかわいい。聞こえてるぞ。うん。それで、あなたがわずか3ミリ秒しか遅れなくて本当に良かったです。
遅れたことにしたんだよ、それは。3ミリ秒は。君は何も変わってないな。あなたは変わりました。けど変わってもいない。今はまたあなたを近くに感じます。かつてのあなたがそばにいるかのように。そいつはすごく嬉しいよ。慣習に従い何か飲み物を頼んでは。それから任務について話し合いましょう。任務？ああ、歳三から聞いてないのか？詳しくはね。そうか、そもそも私が地球へ来たのは愛を探すためだ。つまり地球人との交配です。ありてえに言えばな。君も似たような言い回しをしていたよ、シルバーさん。確かに。だがあれはだいぶ前の話だ。聞きたいことがあれば何でも話すが、まずはアマンダの言う通り何か頼むとしよう。今はちゃんと味がわかるようになってね。飲み物を飲むのが楽しくなったよ。へえ。それは何よりだ。何にしようか。よそでは飲めない斬新な一杯がいい。この新たな感動を味わい尽くしたいんだ。とはいえ刺激が強すぎるのは困る。以前ほど舌が鈍感ではなくなっていてね。それと花の香りを嗅ぐわいたい。少し甘めでちょっぴり爽やかな一杯でどうだい。斬新だが刺激が強すぎない一杯だね。少し甘めで爽やかで花の香りがするもの。青は好きかい？ああ、大好きな色だ。では甘くて爽やかで花を使った青い一杯をいただこうか。甘くて爽やか、花を使った青い一杯で、青さと爽やかさは どのぐらいって。刺激強すぎず、甘さは少し。まあ甘さやから蜂蜜。でもあれか、甘すぎないか。少し甘めやもんな。少し甘めやから多分このラインを超えたらダメなんじゃないかな。ちょっとだけ甘さを足したい。あ、これでどう？さっぱりも甘みも少しレベルに抑えられたんじゃない？どうでしょうか。爽やかさはもうちょっとあった方がええんかな。まあ一回、とりあえず一回作ってみよう。シナモンブルーピー、なんかしょぼいな。名前ついてないもんね。ちょっと捨てるか。さっぱりはもうちょっとあってもいいんかな。ミルクいって、でシナモン。さっぱりは割とあって、甘みはちょっぴり。これどうやろ。これじゃいかん。多分ちゃんとした名前が出るメニューじゃないと。難しいな。少し甘め。全然甘くてもいいんかな。さっぱり。このぐらいまでいってみるか。ブルーピー、蜂蜜、ミント。気持ち悪い、なんかこの飲み物。
まあまあまあ忘れられへん感じじゃない、確かに。これ怖っ、こんなん飲みたくないけどな。フラワーベッド、銀髪の元常連さんのために作った鮮やかな花畑のような一杯をどうぞ。これは確かに独創的だ、飲むのが待ちきれないよ。ああ、うまい、美味しいよ。口から飲むというのは実に驚くべき体験だ。正直これほど気に入るとは思わなかったが、今はすっかりハマってるよ。手袋越しに飲むのってなんだかゾワッとする。まるで別物の体験だよ。それほど不快ではないです。ああ、あれはあれで悪くはないが、口で飲むようには味を感じられない。こうした感動は得られない。心が動かされないんだ。ともあれ、歳三が作った飲み物を本来のやり方で味わえるのは幸せなことさ。もう普通の人間やん、こいつ。それで任務のことですか？あ、ほんまやほんまや。その話全然してなかったね。そう、任務だ。実は問題にぶち当たってね。